スミマヤ、皆さんこんにちは、マヤです。本日はですね、なんとボイトレレッスンにやってまいりました。重曹、大阪の重曹にあるこのスマイルミュージックラボさんに来ているんですけれども、私ちっちゃい時から、歌をずっと歌っていますが、なんと今日は人生初のボイトレレッスンということで、すごい緊張しているんですけれども、早速行ってみたいと思います。それでは See you soon。そうですね、シーノスピードとか、なんか日本語ってその日本語の難しさが多分ある気がしますね。確かに確かに、なんか一つの音に英語って何個も入ったりしますもんね。アトム声音とかね、があるんで、だから息のスピードっていうのは洋楽の方がやっぱり生まれやすいので、やっぱこう呼吸の速さが、息の速さがあるので、はいはいはい、知らなかったです。まあそんな話もちょいちょいしながら、はいはい、やっていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、じゃあちょっとやっていこうと思うんですが、はい、お願いします。はい、そうか、初めてなんですね。初めてです。そしたら、はい、まずその声ってなんじゃろうっていうところからやっていきましょうか。はい、はい、やっぱ息がそのパーッと流れてる状態、はい、うん、やっとあーなんですよね。それが引っ張ってる状態、あーやとやっぱり入りやすいし、はい、なんかやっぱり芯があるとかよく言うじゃないですか、はい、っていうのはこの声帯のなりに、うん、確かに、あーバッチリです。取れました。素晴らしい、素晴らしい。これで下の胴ですからね。確かに、結構しかも自分の音がちゃんと聞こえるから。そうなんですよ。で、取りやすかったです。高い音もね、そうやったんですけども、その声の使い方がうまいなってほろっと言っちゃったとかあるじゃないですか。はい、そうなんですよ。あのね、高校の鳴り、はい、なので今みたいな感じでね、結構空洞使えてるのは、はい、うん、どの曲にもね。いい影響があると思うし、はい、まあ日本人とあのその外国人というか、はい、うん、の差って結構ここやと思います。手元にそして離した未来のために、はい、ブスッと、うん、折れへんように、はい、はい、はい、そしたら、はい、ね、同じとこちょっと歌ってみましょうか。手元にそして離した未来出やすいです。すごい、マイクあるじゃないですか。はい、うん、ここ未来の、未来のために、バッチリじゃないですか。上とかないんです。あ、うん、未来の、そういうことです。あ、前に、そうそうそう、未来のために、もう今の脳が今ぐらいで出たらもう絶対大丈夫です。なるほど、うん、練習します、これで、うんうん、このまま続くと思っていた。いいですね。これすごいですね。いいですね。すごい、自分でコントロールすごいできます。うん、そうなんですよ。でもここの感じ覚えればいい。感動です、すごく。いやー、息吐きすぎてるというか。そうですね、まあ、そうですね、やりすぎてるんですね。うまくコントロールできました。そうです、そうです、はい、すごい。まあこの辺ぐらいにしてみましょうか。ありがとうございます。はい、すごいスピードも、ね、ありがとう、いやいや、楽しかったです。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ね、良かったところはマイクの使い方もそうやし、結構ね、コントロール意外とできてますよ。あー、コントロール、うん、はい、あとそのまあ口の中の使い方がうまい。うーん、だからすごいその辺の体の使い方のセンスがある。ありがとうございます、うん、ですね。で、悪いところというわけではないんですけど、基本的にまだ CE のスピードが足らないので、あ、うん、その辺のところでそのなんていうかな、損してるところがめっちゃあるんですよね。あ、なるほど、うん、もう少し溜めた方がいいって。いや、もっとね、サラサラサラっといっちゃった方がいい。はい、多分ね、すごい熱唱するタイプやったと思うんですよ、元々が。そうですね、だから重たくなるんですよ。あ、うん、重たくなると厚さ伝わってると思うじゃないですか。はい、あんまり伝わらない。意外と伝わらない。そうなんですよ、結構自分だけしんどいっていう。あ、ここがまあ今の段階で言うと
まだまだ磨けば光るところかなっていうことですね。だから磨けば光るところしかないですよ。いやいやいや、ありがとうございます。そういう意味で言うと、はい、ということでただいま帰ってまいりました。いやー、初めてのボイトレめちゃめちゃ楽しかったですね。こう今まで好き勝手に自分の思うままに歌ってたんですけど、やっぱりプロの方に聞いてもらうと、こう私の癖もそうですし、私の改善すべきところとか、もちろんいいところもすごい褒めてくださいましたし、なんか総合的にすごい自信がついたっていうか、あ、なんか歌ってきてよかったなって思ったのと同時に、なんかもっと頑張らないといけないなというか、ちょっとこれを意識するだけでこんなに変わるんやっていうのがすごい分かったので、ボイトレを受けるっていうのはやっぱりすごい大事なことやなって思いました。で、今回お世話になったスマイルミュージックラボさんなんですけれども、ボイトレの講師の方はもちろんですけれども、スタッフの皆さんも本当に優しくって、受付のカウンセリングの時点でもすごい和やかな雰囲気にしてくださったので、全然緊張せず最後まで本当に楽しい時間を過ごせました。場所は大阪の十三にあるんですけれども、もしお近くにお住まいの方や、ちょっと電車で通えるかなっていうような方はぜひ、体験レッスンも受けてみられたらいいかなというふうに思います。はい、ということで今日は久しぶりのちょっと外でのレポだったんですけれども、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。やっぱり何でも練習の積み重ねだと思うので、今日ちょっと教えてもらったことはしっかりメモをして、これからもっといい音楽を届けられるように練習を頑張りたいと思います。少しでも楽しかったなっていうふうに思ってくださった方は、いいねやコメント、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。スマイルミュージックラボの皆さん、今日はどうもありがとうございました。それでは皆さん、次の動画でお会いいたしましょう。 Okay, so I think that's all for today, and thank you so much for watching. I hope you liked it, and I'll see you in my next video. Bye guys!